ゴーゴーバイクス。愛媛オレンジバイキングス新加入の高畠圭介選手に伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新加入ということで愛媛の印象いかがでしょうか。暑いですね。本当に今年の夏は。そうですね、イメージとしては暑い。そして、まあ、岡本がイケメンっていうぐらいですかね。やっぱりあいつは際立ってイケメンですね。チームメイトのまずそこに目が行きました。はい、なんかやっぱあいつ2日目、合流2日目でいきなりウィンクしてきたんで、やっぱあいつはなかなかイケメンですね。男でもくるっとくる感じですね。イケメンからのウィンクでも、はい、まあ、僕そういうの興味ないんですけど、まあ、あいつはやっぱそれでも俺を落としにかかる話術を持ってたんで、やっぱすごいですねあいつはっていうイメージですね。姫は愛媛のイメージそこですか。いやいや、まあそうチームですよ。それはチームという意味で、まあまあ愛媛っていうのはもう本当温かくて、なんかすごいみかんっていうのがありますよね。はい、イメージとしては。おっしゃる通りでございます。はい、今のチームのねお話も早速出てたんですが、はい、チームの雰囲気良さそうですね。そうですね。まあ元からいた選手も仲いいですし、まあ個々人真面目ですね。すごい本当に一人一人なんか頑張ってますし、まあやってくれるんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、高畠選手も含めて、はい、それはもちろんやってやるぜっていう、はい、もちろんそれは。いよいよ開幕ですが、はい、今の心境いかがですか。まあ、正直実感はないですね。なんか本当にああもう始まるんだなとは思ってるんですけど、まだそこまでやっぱ合流したてだし、まだ全てを分かってるわけではないですし、まあ、全然こう実感は湧いてないんですけど、まあ、僕の中ではもうやる気で来てるのでやってやろうみたいな感じですね。はい、オフシーズンはどんな風に過ごしてるんですか。そうですね、まあ、最初は少し昨年怪我したので少し休ませてもらって、途中からはもうとりあえずやっぱりここに来るっていう意味はやっぱり自分の中で結構覚悟してきたので、やっぱり練習をとりあえずひたすら、何がプラスでもマイナスでもあったとしてもとりあえず練習をしてっていうので、まあトレーニングと体の改革とやっぱりトレーニングとその練習というと細かいところの練習というのをやり続けたっていう感じですかね。あとは自分がお世話になっている人に会ったぐらいですかね、このオフっていうのは。開幕戦は、広島、はい、ドラゴンフライズ、はい、ということですが、いかがですか。そうですね、まあ、僕は、2年前に島根にいたので、島根の時はやっぱ広島さん、愛媛さん、熊本さんっていうのはやっぱりすごい強敵だったので、そういう意味で比べるとやっぱり広島とこうすぐにやれるっていうことは楽しみですし、自分たちがこう広島に対して負けないように切磋琢磨して、しっかり準備して戦いたいなっていう気持ちはあります。先ほどあの今シーズンへの強い思いを語っていただいたんですが、はい、今シーズンの目標っていうといかがでしょうか。絶対やっぱり目標を掲げるからには大きく出たいので、やっぱり B1 昇格っていうところは絶対やりたいし、まあ、僕だけが思ってたとしてもみんなが思ってたとしてもやっぱりそこに向かってやっていくってことが重要だなって思ってるので、やっぱり負けたとしても勝ったとしてもやっぱり一つでも多くの勝利を、一つでも多くの笑顔をっていうのは僕の今シーズン思ってることで、それを加えてやっぱり B1 昇格のために一つでも多くの勝利、一つでも多くの笑顔をっていうことを思ってるので、それをやっぱり絶対に明確にやれるように一つ一つの試合、一日一日の練習大事にしていきたいなと思います。はい、はい、愛媛のブースターにはどんなプレー見せたいですか。そうですね、まあ、プレーは僕はシュートが得意なので、外のシュートとやっぱりこうディフェンスっていうところを見ていただきたいなと思うんですけど、っていうより、僕だけもそうなんですけど、っていうよりやっぱチームの雰囲気っていうところを一つより一層僕は上げたいと思ってて、やっぱり自分の得意なのはシュート、ディフェンス、そこは見ていただきたいんですけど、やっぱり勝つためには僕はチームスポーツなので、全体的にはチームの士気が上がって、やっぱもっとこのチームは強くなるんだっていうところを見ていただけたらなと思います。はい、それでは最後に田村に向かって意気込みお願いします。はい、秋田から移籍してきました高畠です。目標としてはやっぱり B1 昇格っていう思いがあるんですけど、本当に一日一日大切にして、一つでも多くの勝利を、一つでも多くの笑顔をというのをモットーに、自分自身一日一日謙虚に、練習に取り組んでいきたいと思いますので、そういうひたむきな僕たちをしっかり応援していただいて、僕らと一緒に元気になって、笑顔になって一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。高畠圭介選手に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。